どうも、ハイチーです。今回は、あるお父様からメールでね、ちょっとお願いされたことがありまして、娘に何度言っても通知表の大切さが伝わらないんです。ハイチさん、ちょっと力を貸してくれませんか?というね、お願いをいただきまして。なので、貸しましょうということでね、動画撮ってるわけなんですが、まあ今回お父様だけじゃなくてね、これは学生のみんなからもちょこちょこ聞かれることなので、まあ通知表の大切さっていうところを話していきます。でね、高校生はさ、まあなんとなくもわかるじゃんか。中学校の時に経験してるし。で、今度中3になる子もなんとなくね、大事なんでしょってのつかめてると思うんですけど、まあ今度中1になる子、小6からね、中1になる子とか、まあ中2になる子なんかね、よくちょっと聞いててほしいことなんですけど、特に小学校の時ってさ、通知表もちろん出るじゃないですか。出るけど、悪かったとしても、別に特に問題なくない?なぜかっていうと、まあお父さんお母さんにちょっと怒られたりとかさ、注意されたりはするけど、通知表悪いからって自分にとってまずいことは特に起こらないわけ、そこまで。でもね、中学校の通知表っていうのは、それがもろに受験に関わるの。関わるって何かっていうと、得点になるの。得点に。で、よく受験って、まあね、まだ中1中2だとイメージつきにくいかもしんないけど、まあ高校に入るための試験があるわけ。で、その試験の時に、当日の、まあ試験ね、国数、英、理、社、まあ科目が違う時もあるけど、国数、英、理、社の試験さえちゃんと取れればいいんでしょって、よく思ってる子がいるんだけど、そうじゃないの。違う。で、今回ちょっと資料をね、見せながら話していこうと思うんですけど、よいしょ。ということで、今回自分もともとね、埼玉県で塾講師やってたので、埼玉県のね、まあ、一番上にあったのが上尾高校ってとこだったんで、ここのちょっと資料を貸してもらって、説明していきます。結構ね、頭いい高校です。この上尾高校ね。でさ、ここちょっと見てほしいんですけど、調査書の扱いって書いてあるでしょ?で、隣に学習の記録の得点って書いてあって、1年1、2年1、3年2って書いてあります。で、これは埼玉県の話なので、みんなが住んでる都道府県は絶対これってわけじゃないから、それはちゃんと調べてね。で、埼玉県の例で話していくんだけど、これは3年生が2っていうのは、3年生の通知表が2倍得点されますよっていう、こういうシステムなの。で、これは、埼玉県の高校は高校によって指定されてて、まあ、上尾高校は1対1対2なんですけど、1対1対3とか1対2対3とか分けられてるのね。で、大事なのはその横で、いくよ。180点って書いてあるでしょ。これはね、まあ、ちょっと得点の割合の換算は違うんだけど、当日テストを受けるじゃないですか。その当日受けた得点と、この通知表の得点。で、その他にも特別活動。まあ、部活とかその辺も含めてね。が得点になって、まあ、その他の項目、まあ、資格とかもそうなんだけど、が得点されて、全部で順位をつけて上から合格されていくの。だから、当日取ってりゃいいじゃんってわけじゃないのね。で、これをまず覚えておいてほしい。通知表が得点になるの、こうやって。いいかな?っていうのを把握してください。でもね、そうは言っても、まあ、受験当日頑張ればなんとかなるっしょってイメージがあると思うんですよ。結構その先輩とかに話を聞くとさ、なんとかなってる先輩って多いと思うの。高校受験は特に。大学受験もそんなことないんだけど、もうレベル厳しさが違うからさ。そう、でも高校受験なんとかなってる人が多いんだよね。だから、それを聞いてると、まあ、自分もなんとかなんとかな、みたいな感じがしてくるんだけど、自分が通知表を大事にしてほしい理由が何個かあって、まず一個が、その、取ったものが変えられないっていう。過去は変えられないっていうよく話すんですけど、どういうことか。あのね、例えば、じゃあ受験試験の日がありますよね。じゃあ1年前。この時には、じゃあ500点中200点しか取れませんと。レベル的に。でも、この1年間すごい努力して、400点まで取れるようになりました。すごい頑張ったよね。で、それで試験を受けたとしたら、まあ、そのね、全部力発揮できるかどうかわからないけど、400点ぐらい当日取れましたと。受験本番で。そしたらさ、200点だったっていう過去の自分はなかったことにできるよね。だって当日取ってるんだから。これはいいの。でも、通知表はそうじゃなくって、5段階評価で、9科目だからマックス45なの。満点がね。で、45満点で、じゃあ通知表が同じようにじゃあ20だったとしましょう。1年前に。20、あ、じゃあ1年生の時20にしようか。で、3年生頑張って40まで上げましたと。すごい頑張ってんだけど、これはね。めちゃくちゃ。だけど、両方とも、それは高校の、まあ、高校とか受験の資料に入っちゃうんだよね。20だったって事実は、この後努力したって変えらんないの。あなたは1年の時20だったんですよねって。そう。だから、早いうちに通知表はちゃんと取っておいてほしいの。そう。でね、まあ、なんでこんな話すかっていうと、まあ、もちろん1年生、2年生の時に高校ここ行きたいなんて持ってる子の方が少ないのは分かってる。
高校なんてどこでもいいかな、そもそも高校って何みたいなレベルの子もいるかもしれないけどね。例えば3年生になっていざ受験ってなった時に、まあ、高校行ったりするわけだよ。でもしかしたらみんなが行ってみたらさ、あ、ここの高校行きたいって思うことがあるの。全然興味なかった子が目を光らせてここに行きたいって話すことってたくさん見てきたから。でその時に、じゃあ1年生2年生の時の通知表が悪すぎて、いやちょっと目指すのまずい、ここはって。なぜなら例えばここまで基準が欲しいっていうのにマイナスすぎたら、このマイナス分得点マイナス食らってるんだよね。でそのマイナス分の得点どうするかって言ったら、当日取るしかないんだよ、テストで。その分カバーするしかない。でもそのカバーが大きすぎると、あまりにもきついってなったら、やっぱ挑戦権を得られないんだよね。いやちょっとやめとけみたいな、みんなに止められる。それはそうすると、行きたかったのにまず選択ができなくなるの、選べなくなるっていう。でこれってすごい悲しいことなの、めちゃくちゃ。だから選択肢を持つためにも、今は高校に興味なかったとしても通知表だけはちゃんと取っておこう。それがその後ね、使わないかもしんない。別にあんまね、関係なかったかもしんないけど、別に頑張ったことが無駄にはならないからさ。そう。なので、通知表っていう、その大事なんで、そこだけはまず押さえてほしい。じゃあ、最後に、まあ、おまけとして、通知表ってどうしたら取れるのか。で、これは簡単に言うと、学校の定期テスト、中間期末テスト、そして授業態度提出物です。基本的にこの3つでカバーできるから。もちろんちょっと変わった先生がいて変なところをね見られることもあるんだけど、テストをちゃんと取る、授業をちゃんと聞く、友達と話さない、出歩いたりしないっていうとこと、提出物を期限内、1日とか遅れずに期限内にちゃんと綺麗な字で出す。で、もちろんさ、間に合わなくて分かんなかったりして答え移すこともあると思うんだよ。でそれはね止めない、それは悪いとは思わない、そこまで思わないけど、答え移すにしても全部移したらこいつってバレるような移し方をしないでくれ。それなりにちゃんと頑張ったことを見せつつやって、そこはうまくやってくれ、はい、っていうふうに思います。だからまあその3つだね、テスト、提出物、授業態度、その3つをしっかり押さえて、通知表の方ね、まあ今ねモチベーションそこまで上がらないかもしれないけど、まあ、仕方ねえな、ちょっとやってやるかぐらい構わないんで、まあちょっとねその辺を押さえて頑張ってってください。